グローブ空手は、ボクシンググローブを着用し、月蹴りを主体として行われる競技空手の総称である。既存の伝統派空手の一種である、防具付き空手、公式空手とは区別される。事実上のアマチュアキックボクシングである。ボクシンググローブを着用し、子供の部門を除いて、顔面、頭部への打撃攻撃が許されている。試合中の服装についても自由度が高い場合が多い。 複数の団体で大会が開催されているが、特に全日本真空手導連盟の主催する真空手が知られており、藤本京太郎、ニコラスペタス、ヨガワホタカもこの団体の大会で優勝している。団体によっては、試合中に空手機の着用自体を強制しないところもあり、シャツとキックボクシングドランクス姿で出場する選手もいる。全日本真空主導連盟では、 各団体の定める道義を着用すれば良いため、空手機以外にも、テコンドーゴロモや、団体独自の憲法衣で出場する選手もいる。空手ゴロモについても袖がないノースリーブタイプのものや、赤色や黒色といったカラフルな空手ゴロモを着用する選手もいる。試合場も柔道場で行われることもあれば、ボクシングのリングが使われることもある。一段高い壇上で行われることもある。 団体や大会によって異なる。初心者や低年齢の部門を除き、顔面への突き、蹴りが認められている。全日本真空指導連盟は、試合規則を制定する際、当時の日本で、マーシャルアーツという名称で知られていた、アメリカのプロ空手の腰上八本ルールを導入している。しかし、他団体では導入されていない。第二次世界大戦以前から、 空手の競技について、拳サポーターや防御を用いて、フルに打ち合う形式は、公式空手、テ、防具付き空手の初団体で行われてきた。しかし、現在日本で行われている、グローブ空手は、1974年にアメリカで創立されたプロ空手協会の流れを組んでいる。プロ空手の試合を工業として成り立たせる際、空手家にボクシンググローブと足パッドを着用させ、 1R につき8回以上腰から上の蹴り技を出させるルールを採用していた。前日の通り、この規定の回数以上の蹴り技を出させるルールは、真空手にも引き継がれた。1983年、赤木奇を館長として、上村栄一と共に、精神館が設立される。アメリカのキックボクサー研究手家、ベニーユキデが設立した JET センターとは、 姉妹道場の関係にあった。精神館で教えられるからは、勇気道と名付けられ、精神館を中心とし、不動館、死神館、岩本道場、テント館の5団体が加盟する、世界勇気道連盟が設立された。勇気道の勇気は、ベニーユキーでの名前の、勇気をもじっていた。同年10月10日に、埼玉県三里市で、第一回交流大会が開催された。 これ以降、1989年に、真空手宣言が出されるまで21回の交流大会が開催された。設立当初は、プロを食うアマチュアになれを合言葉に、プロ戦績5000以下なら、出場できた。1989年4月10日に、格闘技雑誌、フルコンタクトから手において、真空手宣言を掲載。有機道連盟を、 全日本真空主導連盟に解消。赤木男が理事長に、上村英一が事務局長に就任した。翌1990年5月に、第1回全日本真空主導選手権大会が開催。これ以降、プロキックボクシングの登竜門という位置づけで全日本真空主導選手権大会が毎年開催されるようになる。 他にも1992年から1994年にかけて、東和バイカラテトーナメント選手権大会が、東和折込み企画主催、全日本真空主導連盟企画、実行のグローブカラテ大会が4回開催された。この大会では後に、K1 に参戦することになる、佐竹正明、後川里氏の金安シエイラが出場していた。岡山県に本部を置く。 岡山ジムは1987年からシュートボクシングのアマチュア大会を始めたが、1995年からグローブカラテの大会、スーパーカラテ全日本グローブカラテ選手権大会の開催を開始、継続的に開催している。2003年2月16日に東京都東京武道館で格闘打撃連盟主催の国際カラテ通信配角と打撃オルタナティブ大会。 バージョン1が開催された。この大会では、グローブ空手ルールによる団体戦が行われ9団体が参加。拳桜や坂が優勝した。格闘打撃連盟は後に、全日本格闘打撃空手道連盟に解消。グローブ空手ルールの大会は開催せず、代わりに、プロテクター着用のフルコンタクト空手の競技を開催している。2019年7月。 極新世界連合が設立した、区国際プロリーグの中で、戦士、戦士というキックボクシングルールの工業を開始。上半身裸、が、下半身は、空手衣のズボン着用、拳にボクシンググローブ着用、肘にサポーター着用のルールとなっている。2019年7月3日から4日にかけて、ブルガリアカムチアで行われた第13回区。 国際化技合宿の中で前述のルールによるカップオブ戦士という工業が初めて開催された。以降、この工業では王座も制定され継続開催されるようになった。2020年5月16日、岡山県岡山市総合文化体育館サブアリーナで開催される予定だった。 全日本グローブ空手朝日泉杯戦抜トーナメントの中止が発表された。本来は2020年6月28日に3 0ラム3 5ラム4 0ラム4 5ラム5 0ラム級のワンデイートーナメントが行われる予定だったが、コロナウイルスの流感警戒の必要性から中止に至ったと説明された。エントリーには、岡山スーパー空手、 スマッシャーズ、中国地区、全日本グローブ空手道連盟の3団体による主催者推薦が必要だった。夏季団体以外でも空手道場やキックボクシングジムが独自に主催している大会もある。また統括組織が確立していないため、小規模な道場で行われる大会も存在する。過去に開催経験のある団体、ありがとうございます。